ということですね、こちら自分をよしやってきましたね、僕が提案させていただいて、はい、まさか実現するなんて思ってなかったです。いや思ってなかったんすか、はい、思ってなかった嬉しいです。一番できそうやったよね、あの中で今回は粒子イオン、ありがとうございます。粒子イオンなんで結成してから3年苦楽を共にし、めっちゃ読んでるな、同じ釜の飯を食べて、読みすぎやで、常に一緒に過ごしてきたメンバー、僕の大好きなメンバー、いや、セントモですよね。セントモ、セントモ、すいません、セントモだ、お前 CU25 ちゃうぞ、これ漢字4回じゃない調査検体ちゃうねん、お前すごくちゃうねん、お前セントモって読むんだ。そんなメンバーならば、他のメンバーの好き嫌い、出身地、癖、好きな動物などなど、あらゆることを知っていて当然ですよね。まあまあまあ、愛は、まあまあ、愛は、まあ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 、まあまあまあ、はい、そんな今日ですが、はい、はあ、遅い、はい、いい返事だけどそこで一人のメンバーがパーソナルなクイズを8問出題します。パーソナル、はい、パーソナル、当然全員が満点正解のはずですが、なんと今回、うん、一番ポイントが低かった方には、お、前回、ワードウルフの時に、はい、僕がいただいたセンブリ茶飲んでいただきます。やだ、仕返しです。あれ飲むよ、みんな飲ませてきたんで仕返しです。その負けた人、そのための粒子をですね、あれ負けた人と粒子が飲む、何を言ってるんですか。乾杯ね、乾杯ね、乾杯ね、粒子さんと乾杯できるんです。それはいいわ、それはいいわ、いいですね、いいですね、僕の簡単です。これ好きな食べ物は、これよく言ってますよ、好きな食べ物、うわいっぱいあるもんな、ご飯、いっぱいあるからな、いっぱいなくないですか、いっぱいある、常にいやいや、言ってないじゃん、そんなしろ、言わないじゃん、そんなこれ簡単だわ、簡単でしょ、全然簡単じゃない、もう OK ですか、はい、OK です、OK です、いきますよ、せーの、うわ、バラバラじゃん、え、お、でも、そうだよね、ここ、あら、やっぱそうだ、俺食ったもん、最近一緒に、ラーメンは違う、絶対盛り上がんない、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 誰も会ってないんで盛り上がんない、誰も会ったな、盛り上がってないから、こっち盛り上がってたんですよ、なんかオムライスで会ってる気になってたかもしれないですけど、え、でも全員会ってない、会ってないっす、桃も最近ハマってるだけっす、俺はトモロコ、トモロコ、それは俺配っただけっす、お母さんが買ってきたの配っただけっす、ラーメンは論外です、オムライスも、あー好きだな、確かにオムライス好きなんかい、で、これはマジたびたび言ってるっす、オムライス言ってるよね、正解は、正解いきますよ、これ聞いたらあーってなりますよ、見てる人は分かると思います、お母さんの春巻きです。あー、これは言ってた、言ってやんけ、はいはい、お前好きなんで 0.5 ポイント、はい、やった、 0.5 ポイント書いておこう、待って、今の宝物は僕の、だよ、僕のですよ、はい、あー、分かった、これどうせこれなんだよ、今の、いやもうずっとかな、ずっとでもないか、あー、ずっとやろ、分かった、分かった、楽しいこの企画お前だけ楽しい、俺お前だけ超楽しいわ余裕やん余裕やんけよ、うわー、一人違うの見えちゃったな、ちょっと一人なんか面白いの見えたな、いいですか皆さん準備は、一番は今の、まあ、今のっていうか普通宝物ですよ、一斉にいきますよ、わかんないわ、せーの、じゃじゃん、抱き枕、あーつぶりか、ちょっとすいません、これチョッパーのチャチャです、けど、りょうがくん字違くない、チョパとチャチャチョパとチャチャーって、マイナス2ポイント2匹分、2匹分で、チャチャー、リュウシ一番怒るやつ、でもいいっすか、つい君のやつも1ポイント5ポイントですか、ヒロさんに誕生日でもらったジャケット、あ、それ宝物、宝物、りょうがはマイナス2ポイントです、結局出るんか、りょうがくん2ポイント、一応まあ、正解じゃ正解だけど、名前は結局チャチャとチョパ出ちゃうんですよ、僕の弱点は任せて、任せて、もうこれはもうこれしかあるしかないやろ、弱点ですかね、僕弱点、はい、オッケー、はい、もうこれしかないよ、これしかないよな、はい、これしかない、せーの、心臓、女の子、お腹、へそ、あれ、足の裏、一番意味わからん、じゃあまずこっちから処理していきましょう、飛行機はね、なるいな、弱点じゃないですよ、苦手なもの、苦手なのか、まあ、苦手なものです、お腹でここ一緒ってことですか、だからいやもう心臓はに各それぞれの人間の弱点やろあ、そういうことえそういうことで、ね、もう絶対、え、俺がへそ苦手ってことです、そう、え、弱点じゃん、あー、そうだな、やったらさ、弱点、みんな分かってんな、俺のこと、よく触る、よく触って嫌がるやん、嫌がるやん、すいません、弱点、それでいいんすか、なんこれなんすか、これ
足の裏、誰でも弱点っすよ、足の裏って。ここ考え方一緒なんですよ、さっきから見てんだって、そ本当に申し訳ないです。正解は、一発系ができないところ。うわ弱点切るじゃん。そいつ、ダメダメ。全員ゼロで。全員ゼロで。厳しく。緩くなっちゃうんか。俺もゼロってことね。ハンデリューシンがメンバーとシェアハウスをするのは誰？ああ、もうこれは分かりますよ。え、あ、誰かってことですか？一人。おー、絶対これやなんかちょっと、なんかひねってきそう。なんかひねってきそう。かけるわ、これにかけるわ。多分これだけはする。絶対ストレートに行かないでしょ。はい、行きますよ。せーの。はい、りょうがくん、つるぎくん、りんくん、りょうがくん。ジンリンくん、イエーイさん、ジュンガさんに言います。これさ、違う勝った時めっちゃ恥ずかしいよね、これだし、だし、めっちゃ恥ずかしいよね。心っていう回答がないっていう。いや、それはいいよ。だって嫌やもん、だって嫌やもん、嫌やもん、絶対嫌やもん、まず触れてみて。りょうがくんは分かる、確かに。俺もりょうがくんですね。でも違うんすよ。なんかね、言ってた気がするんだよね。りょうがくんは何でもやってくれちゃいそう。怖い怖い怖い。りょうがくんはそうなんですよ。なんか自分がダメになっちゃいそうな気がして。つるぎくんはなんか俺が尽くしちゃいそうなんですよ。逆につるぎくん尽くしちゃいそう。多分違う。お前は俺のなんだ。恋人や。多分ジミーくん。ジミーくんはなんか全部尽くしてくれちゃいそうなんです。みんな逆にジミーくん。ああ違うね。イーサはナイス。え？わかる。わかる。これはわかる。ここはなかったっす。俺この前話した時に、じゃあ聞いてください。じゃあこの話した時に、同じマンション住みたいねみたいな話してたんですよ。違う違う、一緒にじゃない。だホテルだったら一緒に住みたいです。短期間だったら。ああ。一日限定。だからイーサ。一日限定。一年は無理か。正解はレン君です。どうした？おお、俺だ。なんでか。レン君なら気使わなくていいって。なるほどね。いいよ。いいの終わりだ。もういいよ。いいよ。ピュアピーポイントです。マイナス1。